3、2、1、ゴー。はい、まず膝パカパカからです。膝を90度に曲げたまま内側に倒していく運動で、骨盤をほぐして股関節を柔らかくすることが目的です。こじり効果や腰痛予防、反り腰改善に効果的です。骨盤と股関節周りが痛気持ちいいぐらいの感じが感じ取れたら OK です。はい、はい、あと30秒。はい、結構痛気持ちいいそうか、はい、はい、残り10秒です。骨盤ストレッチです。さっきのパカって倒した方の足に足首を乗せてもらって、普段の生活でなかなか動かすことの少ない骨盤と股関節周りです。ストレッチしながら動かすことで歪んだまま硬くなった筋肉をほぐして整えていきます。これも先ほど同様、こじり効果、腰痛予防、反り腰改善に効果的です。股関節周りのグイーンと伸びてる感じを感じ取ってくださいこれはでも左と右の痛さ違うよ。うん、左右差あるからな。うん、あと5秒。今度逆です。私は置くのかな。体が硬い人は浮いちゃう浮きますけど、 なるべく浮かないように。あ、そうなんや。って言っても硬いから無理やけどな。あ、慣れてきたら浮かなくなるよ、ね、うん、ペタってなってくる。あ、そうなんや。そうかあと30秒。まあ、ストレッチ何でも無理しないようにできる限りのポーズでやってもらったら OK です。人それぞれ体の硬さが違うので、無理にこのポーズじゃないといけないっていうわけではないので。はい、次ヒップドロップです。左右に倒していきます。太ももを立てて膝を垂直に曲げた状態で腰を左右にひねることで、お腹周りに負荷がかかってウエストの引き締め効果、これもまた腰痛予防にもなります。お腹周りへの負荷は感じられますか？そうですね、うん、結構絞ってるかもこれ比較的誰でもやりやすい運動になってます。あと10秒です。はい、次足パカです。まあ、皆さんおなじみの足パカですね。これは内ももの引き締め効果というのはもちろんあるんですけれども、腹筋も結構使ってますので、下腹の引き締め効果もあります。そうですね。足を上げた状態っていうこともあって、足のむくみ改善にも効果的です。で、ちなみにこれ膝はちょっと曲がっても構いませんので、体が硬い人は
膝を曲げたままやってもらっても効果的です。柔らかい人は伸ばしたままやった方が負荷はかかります。で、足をどんだけ開くかというのも本人の柔軟性次第です。はい、次片足パパですね。左右交互に行っていきます。足パカとな片足パカが続くとかなりきついんですけれども、まあ、片足パカの方がどっちかというとね、多分きついんじゃないかと思います。足を上げているっていうことがきついんです。そうか。まあその状態をキープするっていうのもね、呼吸しながら行いましょう。息を止めたまま行うと頭痛の原因になります。あと5秒。はい、次楽なやつです。足首ストレッチ、つま先上げて、かかとを突き出すと。ああ、そうやね。足首を動かせるようになりました。うん。こんなに嫌いな曲がありますね。普段靴を履いてることで固定される足の指と足の裏なんですけれども、ここが使われてないとふくらはぎだけで歩くようになって、股関節周りが硬くなる上にシシャモ足の原因にもなってしまいます。なのでしっかりとこの足首を使えるようにするということが非常に重要です。ふくらはぎをスリムにする、姿勢を改善する、むくみを解消する効果があります。片足ヒップリフトですね。そうです。はい、左右交互に行っていきます。はい。これはヒップアップ効果、胃下垂改善の効果もあります。でお尻と太ももの裏側に負荷がかかってるっていう感じがすると OK です。これも呼吸を止めないようにしっかり息をしたまま。あと10秒です。足ピタッピタッと合わせます。股関節を内側にひねりながらのストレッチです。まあ柔らかい人はそのまま膝を地面につけても構いませんし、硬い人は逆にもうちょっと膝が上でも構いませんので、自分ができる範囲で行ってください。
これもこじり効果、腰痛予防効果、反り腰改善効果があります。で、感覚としては股関節周りがストレッチされていて気持ちいいというところで行ってください。まあ、結構頑張りすぎてね、痛いところまでストレッチやる人もいるんですけれども、気持ちいい、痛気持ちいいぐらいで止めておくのが大事です。あと5秒。はい、普通のヒップリフトです。まあ、さっき片足の方をやってたのでそれはそんなにきつくないかな。後半戦は死ぬ、ね、ああ後半がね。あと3種目なので頑張りましょう。あと20秒。しっかりお尻と太ももの裏を意識します。使ってる筋肉を意識するというのがとても大事です。あと10秒。ハッピーベイビーです。はい、そのままリラックスして、これはヨガのポーズですね。ゆっくり呼吸をしながらリラックスしてください。あと30秒。膝は曲げたままです。そうそう。膝を曲げたまま行うと何でも楽にできます。まあ、全部寝たままなので一見かなり楽そうに見えるかもしれませんが、14分やるとね、14種目やるとかなり効いてきます。あと10秒。はい、最後手足ブラブラです。ブラブラがちょっと下手やな。そうそう、そんな感じで、あの手先足先を軽く揺らすような感じね、うん、そんなダイナミックに揺らさなくてもいいので、ブルブルブルー、うん、リラックスして、はい、まあ、ストレッチとかのポイントってやっぱりこうリラックスすることなんですけど、なかなかこう普段緊張生活に慣れてる人はリラックスさせることが苦手な人も多いですし、呼吸をゆっくりするとか深くするっていうのも苦手な人が多いんですけれども、こういった楽な動きとかストレッチの動きとかをやってる時に十分リラックスして十分呼吸を整えながら行ってください。はい、10秒切りました。タイムコンプリティッド。コンプリティッド。お疲れ様でした。どうでしたか。結構たまにしか運動しないので、もっとしないといけないんですけど。これをもっと読んで。はい。
皆さんもこれをぜひ読んでください。ネタのぽっちゃり下半身が倍速で引き締まるトレーニングです。はいはい、ゆきちゃんももっとしようと思います。はい、頑張ってください。はい、はい、以上です。